シアルブラザーズ。サタンの部屋。よくの件は YouTuber からの挑戦状アンサー動画やってくってやつだね。さあ、というわけで今回はこの前のフラパの YouTuber からの挑戦状という企画に出演させてもらったんだけども、その時に俺が出したお題、それをね、今回その答えをやっていきたいと思うぜ。で、マジね、ほんとみんなありがとう。みんなのおかげで楽しいフラパにすることができたぜ。いや、これはマジでね、もう思い出に残るフラパになったわ。というのが、さらに、俺会場で見てたんだけども、最後の、なんて言うんだろう、感想のところで、孫悟空アルファの声優さんの牛木さんが、なんと孫悟空アルファの生ボイスをやってくれたのよ。目の前で聞くってね。いや、もう、感動したわ。本当にありがとうございます。で、時間内にクリアできなかったんだけども、最後のね、その感想のところで、安部美香子さんが、プライベートでも挑戦してみますと、言ってもらえたね、もう最後に触れてくれて嬉しかったわ。やってくれただろうか。ということなんだけども、春子の奇跡とか起こったり、すごい会場盛り上がってくれて、嬉しかった。運営さん、お声かけてくれて本当にありがとう。もうおかげさまで楽しいフラパにすることができたぜ。みんなも本当ありがとう。ということでね、もう本題に入りますか。今回ね、そのお題を再確認させてもらおうぜ。三島春子を1体以上編成してクリアせよ。だから2体でも、3体でも、4体でも OK。で、モンストブルー。モンストブルーはダメ。これは春子ではない。で、オリハルコンもダメ。この子もハルコなんだけど、これダメね。で、次、ステイ禁止。もうどんなに真下に地雷があろうとも、そのね、もう今のその状況を受け入れて、もう運命を変えるために立ち向かっていかなきゃダメ。それはね、そういうことなのよ。で、最後に、ハルコ以外の SS 禁止。もうどでかいの来たね、これ、ほんと。もうハルコしかダメ。コンプレックスの、なんていうんだろう、ブワブワブワの、覇気みたいな感じのやつを、耐えれたのはハルコだけだったから、SS を使えるのはハルコのみというわけで、やっていきますか。早速、やっていこう。さあ、というわけでも、これが答えよ。このモンスターたちが、使えそうなモンスター。で、やっぱりよ、サタンの部屋だから、この背徳ピストルズを活かせるね、攻略がいいなというわけで、このコンプレックスを選んだ。という理由もあるんだけども、コンプレックスね、大好きっていうのもある。さあ、ちょっと見ていくと、こんな感じで、この背徳ピストルズ、超マインスイーパー M と底力 M、これで相当火力を出すことができる。で、プラスで、毒友情で、なんとザコも倒せんのよ。ちょっとかかるけど、そこが優秀。で、この底力 M、どうやって発動するかというと、ハルコよ。もう相性抜群。このハルコ、アビリティないけども、もうダメージをね、水属性で受けまくって、背徳ピストルズの底力 M を発動する。で、やばくなったら、この SS やばいよ、これ。回復 SS。これで回復できるから、いや、マジ反則よ、ほんと。では、行きますか。で、あと、貫通と攻撃型も一緒。ハルコ魔王じゃないんだけど、オッケー、いいよ。さあ、このままやっていこう。行ってこーい。オッケー、オッケー、完璧。いやー、待て待て待て。このパーティーではないな。いや、これはちょっとよ。正解じゃない感じがした、マジで。これは違うわ。はい、というわけで、多分これが答えじゃないかな。いや、やっぱりハルコ。増やした方が絶対に強いわ。というわけでやっていこう。これで、ハルコの SS で回復しやすいし、ダメージ受けて、背徳ピストルズの底力 M を発動させて、すごいいい感じの立ち回りができると思う。というわけでやっていこう。さあ、ここは、玉梓の股間ついて、左をオンにする。で、その後よ。その後、右から行くのだけど、底力 M を発動させて、これ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 。で、倒していく。惜しい。もういけたな、これ。で、こういう風にやっていくわけよ。で、ここは横貫していく。というか、挑戦状、ね、生放送とか、俺会場で見たんだけど、いや、ハルコの奇跡やばかったな、あれ、マジ。俺がやってほしいことを完璧にやってくれた。だからステイ禁止したのよ。あの時の会場の湧き具合、やばかった、マジ。いや、嬉しかったな、マジ、本当に。演者の皆さん、本当ありがとう。いや、マジであれは良かった。さあ、で、どうしようかな。まあ、これは、まあ、適当に動いて、スイッチを、いい感じ。これ、ハルコは、スイッチをコントロールするのが得意。すごくいい。さあ、で、上がっていくことによって、まあ、こいつらを倒せる。ギリ残ったけども、OK。いや、今回、挑戦状では、まあ、一応、俺、最高難易度をね、作ってくださいということでやってたから、まあ、かなりね、難しめにやろうとして、その前にね、作ってた、結構難しい案ね、難しすぎて、まあ、ボツになってんのよ。で、しかも、おにゃんこポンアルファがね、登場したりで、結構ドタバタしたっていうね、マジ。まあ、最初はね、SSR だったから、あれマジビビったな、ほんと。そんなと来るおにゃん、都合力おにゃんこポンみたいな、アルファ。ちょっとこれ喋ってたら、ちょっと、ダメだな、ちょっとごめん、集中するわ、これ。割とさっきうまくいったな、スイッチ。さあ、で、これで、まあ、突破は難しいかもしれないけど、オッケーオッケー、いいよいいよ。あー、剣がハルコに取らせたかったな、ごめん。ごめんごめんごめん。これやってしまったわ。まあ、オッケー。そうそうそう、これでいいよ。完璧完璧。いやいや、これ強いわ、やっぱり。え、だって、結構、今俺、そんなに力入れてないよ。あっ、あい、あっと、それはミスったらダメ。で、これだな。減速させて、背徳に回す。だこれがやっぱ強いな。ハルコは、地雷を爆破させて回収する。ハルコは地雷を爆破させてダメージを受けるマインスイーパーだから、ここでちょっとダメージでかすぎるから、ね、踏んじゃダメなのよ。さあ、で、ここ、ボス前。ここもなかなか難しいかな。ああ、まあ、もうここが、まあ、第一の鬼門といったところでしょう。それで、いけるか。やっぱニュートンが強いんだけど、やっぱ背徳と比べて、スイッチのね、遅いからちょっとスイッチ揃えてダメージ出すのが難しいんだよな。別に背徳2体でも全然 OK。背徳2体でやればよかったな。はい、これで底力 M 波と突破できるよ。いや、マジ相性抜群だね、これ。はいはいはい、これでいいよいいよ。はい、これ。いや、この2人マジやばいって。よっしゃー、ボス戦やっていこうぜ。さあ、行こう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 。で、怒らせると、終わり。マジ。あ、でも、スイッチ右を、これ、見といて、オンにするわ。これ楽楽楽、これであと楽。オッケー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 。三島ー！はい、ということで、怒らせたらダメね。もう終わるから。もうダメ、絶対ダメ。はい、もう、ごめん、もう本気でいく。もう今のはちょっとやってしまった。マジ、ちょっと欲張った。で、もうスイッチ関係なく立てかんするでしょ。ああ、このパワーだが、これでいけるはず。ニュートン頼む。ああ、正面終了。オッケー、完璧。いやいや、危ない危ない危ない、マジ。調子乗っちゃダメ。おい、これ完璧だね、これ。ハルコで左のスイッチをオンにする。おっしゃ、オッケー。これがハルコのアビリティ。で、見て、底力 M 発動している。これで、右を揃えるでしょ。突破よ。背徳の力で。いってこい。おっしゃ、オッケー。しかもニュートン完璧な場所にいったな、これ。あ、しかもすごい、次もいい場所にいるの、ニュートン。で、この後がマジでよ、ハルコ1体でも難しい、ここ。最初の攻撃が、あ、ごめん、ハルコ2体いたら楽勝になるんだけど、これもう横勘しとくわ。真ん中のあいつらの気弾が、ハルコに当たるとウォーミングで、とんでもないことになるのよ。これは、大丈夫ね。オッケー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 。いや、これやばいぞ。で、これほら、左上に行って往復するともう揃って倒せるのよ2台。これはでかいマジで。緊張するマジこれテストプレイの時ねすーげえ大変だったからこれ。よし OK でキングクロッチがマジ鍵で、ここで危なかったら使うかラスゲで使うかどっちか。マジキングクロッチないとこれは。はあおいおいちょっと待ってよ。こういう時に SS を使うのってよし危ねえ。これしかもハートあるもんなこれ。ハート取れたらなおよし完璧。これいいとこ見せれたわ。これがハルコのチート SS 見といて。あごめん行ってこい。はい完璧。この回復量やばい。こんないるこんな回復するキャラクター。さあいいよ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 。ちょっと待ってもう俺これやり直したくないよマジ。取ろう。いやこうなくても大丈夫だってな。あ微妙許して。これ完璧じゃない。これぐるっと回ってはいとこで誘発しよう。そしたら結構ダメージ入るでしょう。それでキングクロッチ使おう。頼む。オッケーオッケーオッケー。えクリティカルおっしゃー。結構飛んだじゃないこれ。クロッチ使わずにこれだよ。おっしゃハルコでとどめ刺すわ。ハルコでとどめ刺そう。一応左のスイッチはオンにしとくわ念のために。残られたら怖いから行ってこい。おっしゃーよっしゃマジか。あでもよく考えたらクロッチを使って最後倒すってなあんまり。いや今まあハルコにとどめさせたことだけでいい。あいやごめん最後普通にプレイすればよかったかな俺。うわなんかいやごめんまあこれでごめん俺これテストプレイ時にすごい大変だったからよくいけたなこれ。オッケー。さあというわけでみんな本当にありがとう。これで終わらせてもらってつけてください。あばよいいからそこに並べ俺が夜勤をしてやるからよ。夜勤が可愛い。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。あばよ。